皆さんこんにちは。こんにちは。夏也です。あやです。久々のバンファベリーのど真ん中。ね、ど真ん中で。絶景朝食でございます。というのもね、まあ久々にバンフ来たってのもあるんだけど、うん、もしかしたらこれができるのが最後になるかもしれないと。そうなんだよ。はい、いうことで、うん、久々にこのど真ん中で撮っております。まあ、でその話もちょっとこの後していきたいと思います。そうだね。あとジャスパーについてと、ね、うん、後ろの軽く緊急アップデートもしていこうかなと思います。思います。じゃあまず。コーヒーを、はい、もうすでにコーヒー買ってあります。買っております。今日ロゴがついてる、ホワイトバーク、ホワイトバークです。今日はちょっとこの後予定があるんで、うん、もう一個別の撮影がねあるんで、コーヒーだけということで、はい、でコーヒーが美味しいところといえばもうホワイトバーク、ホワイトバーク決定でしょう。じゃあ乾杯。乾杯。私がフラットホワイト、ね、可愛いサイズだ ね、うん、ね、フラットホワイト。私コールドブルーです。はあ、落ち着いたところで、うん、そう、この歩行者天国ね。そう、何ヶ月か前に今年で最後みたいな動画を出したんですよ、うん、っていうのもね、この歩行者天国反対の声が上がっていて、そうで夏に住民投票やるぞということだったんで、その結果が出ました、ね、8月12日に投開票されたから、うん、もう今から10日ちょっと前だね。10日前か、うん、で結果はごくわずかの差で反対派が優勢でした。おで脳が突きつけられたと。なるほど、うん、なのでまあそうね、選挙的民主主義的に言えば、うん、もうこれを歩行者天国は否定されたってことになるんだけど、そうだね、うん、ただこれで全てが決まったわけじゃなくて、このあと町議会にかけられます。そう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 、それが確か今週末だったかな。そうだよね、確か26だった気がする、ね、そう。でもしその町議会がイエス、うん、続行するってなればこのままだし、うん、もう続行しないってなればもう今月で終わります。なるほど、だから来週には終わります。来週には終わるってことか。そう、なるほどね。この辺り急だよね。早いよね。早い、動きはすごい早い。動きは早いね。だからそれに振り回される方の身にもなってくれと思うけど、うん、この歩行者天国に限らず移民の政策とかね。まあそうね。あれは本当ひどいものがあるから、移民の政策もそうだし、あとワークビザとかね。ワークビザね、うん、そうなんですよね。ついにこの間国連から非人道主義的だみたいな声明が出されたけど、カナダのいわゆる奴隷ビザに関して、うん、まあ、これについて気になる人はまたコメントでもください。新しく動画を撮ろうと思います。いくらでも話せると思うから。そうね、話せる。これは無限に話せる。ダークな話になるけどね。そうだね、ちょっと、うん、うちらも思い当たる節はあるので、うん、はい、まあ置いといて、はい、そう話を戻すと、うん、もう今月末で終わってしまう可能性が十分にあります。うん、ただね、終わりとなったらそれで解雇される人も出てくるだろうからね。というのもギリギリ映ってるかな、パークとか向こうにパティオ出してるんですよ、うん、あとはこのメープルリーフとかもそうだし出してるよね、うん、そのパティオ席、要は道の上に席が出してるレストランは当然片付けなきゃいけない、うん、でそのために雇ってた人もいるだろうから、そうだ、ね、席数が少なくなったらね、余らかしただけだから、もしかしたらそれでね、うん、辞めざるを得ない方もいるかもしれない。そう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 、従業員でね、うん、だからそういう人のこと考えるとうんって感じはするんだけど、まあね、まあ、でもそれぐらい動きが急なので、うん、来週またどうなるか、どうなるかってとこですね。そう、最新情報の方は X にいつも上げてますんで、うん、ぜひぜひフォローしてみてください。はい、でここまでが事実、今決まってること、はい、今決まってるところ、ね、じゃあここからうちらがそれに対してどう思うか。あとはあやの同僚とかもそうだし、俺の同僚の話もいろいろ聞いてるからさ、っていうのはちょっと話していきましょうかね。実際どう、個人的にどう思う。取り組みについてはすごくいいと思う、うんうん、ただやっぱりね、それをやることによってバンフ住民で、ね、うん、通勤に車を使わなきゃいけない人もいるわけじゃない、うん、いる、もちろん、うん、でそれの通勤にやっぱ支障が出る人も多分出てくるんだよね、うん、このやっぱそういう人のことを考えると、うんうん、ちょっとやんない方がいいのかな、地元のことを考えると、うん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 、とは思います。そうだね。ただそれ以前にね、私やっぱ車をね、うん、来ないその旅行目的で来る人のやっぱ車を制限するべきかなと、やっぱり結局そこなんだよね、うん、やっぱ一番車が多すぎるからオーバーフロードしてるわけだから、そうそうそう、で通勤にも支障が出てね、うん、だからまずそこをやっぱコントロールするべきなんじゃないかなって思う。そもそもね、そもそも、うんうん、俺もビアフェラータのガイド同士でこれ何回も議論が出たんだけどさ、うん、結局そこに落ち着くんだよね。やっぱそうだよね、うん、私もそうだよ。結局というかもうそもそも論、
同僚と話しててもやっぱりそこだよね、うん、そう車をまず車をとにかく減らさないと減らさないとそう無理だよねここは。そうこれがなくなれば、うん、こんだけ2車線の、ね、道路があってしっかり車が通れるから、うんまあ、もちろん流れは良くなるよ街中のね。でここから逃げてた車たち その奥のビーバーストリートなり、リンクス、うん、に映ってた車もここ通るようになるから、まあ、確かにその通りはスムーズになるよね、うん、ただバンフに入ってくる車の総量が変わらないと、そう例えば街の入り口の渋滞は変わらない変わらない、うん、そう踏切のところねそう、うんま、たあそこ1本しかないから、うんうん、また混むねし、あのバンファビリーの北違う南の橋か橋があって渡った先にねあのカスケードガーデンもあるしそうバンフスプリングスホテルバンフスプリングスもあるあとバンフのゴンドラもあるゴンドラもあるリムロックもある、うん、あとはボーダキもあるとケーブル&ベースもあるとそっちにね車を行くとまたがね、うん、あの帰りそうあの一本の橋を渡らなきゃいけないから、うん、まずここをやめる云々の前に車だなと車のそう減らさないとね、うん、だから駅舎のね駐車場を活用するとかもっとなんだろうシャトルバス充実させるとかねそうそうシャトルバスを充実させて、うん、要はもうちょっとバンフ外に止めれるところを作ってまあそれもまた難しいんだけど ねパークスがイエス言わないからまずまあねそこは難しいですよねまあどうなるかどうなるかね、うん、個人的には俺これは継続してほしいんだけどね、うん、この取り組み自体はいいと思うからね、うん、やっぱりこの眺めはすごくいいですよこの開放感とね、うん、やっぱりみんな歩き回れるし、うん、多分町議会もそのニュースとか読んでる感じだと多分推し進めたいんじゃないかなって思う、うん、まあ、もちろん金銭面圧倒的に収入が増えるからこの方が、まあね、パティを出せるからねそう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 税収面でも町としては有利だし、うん、あとは車を排除しようっていう動きが今世界的に進んでるじゃん特に都市部もしくは観光地、ねうん、例えばベアストリートがそうなんだけどあそこはオランダだったっけ、うん、なんかブナーフっていうのをモチーフにしてさ最初やり始めたじゃんあとは確かどこだったかなシャモニーだったかな完全に外部の車の進入を制限して電気自動車だけにしてるみたいなところがヨーロッパにあるんですけどなんでそれをモデルにしてるしたいっていうのは聞いたことがあります、うん、ただもちろん反対派の気持ちも分かるけどまあね、うん、それは分かる明らかに生活の質は損なわれてるから、うん、間違いなく本当にあとはジャスパーで山火事が起こったことも大きいね、うん、今この大きさの太さの道が閉められちゃうと避難路として使えない何かが起こった時にそうだよね、うん、確かにそれは間違いないなと思う、うん、あちょっと話があっちゃこっちゃいっちゃいましたけどこのバンファビリーの歩行者天国どうなるか、ねはい、今後もアップデートしていきます、うん、というかもう今週末には結果が今週末来週頭には結果が出るんだけどねまた決まり次第、はい、お伝えしま お伝えしますじゃあ次ジャスパーの山火事についてはいもう起こってから1ヶ月近くだよそうだね立ち間経ったね確か22、23、24あたりだったよねそうそうそう山火事起こったのはで今日8月22なんでもうすぐそうだねもう1ヶ月、1ヶ月弱経ちました、うん、でまず山火事そのものが今どうなってるかっていうとようやくあの数日前にビーングヘルド、うん、コントロール下の状態になりました制御できてる状態、うんまあ、気温も下がってきたしねそう気温が今低いからね、うん、随分とねもう秋ですよほとんど、うん、だから山火事自体の恐れがもうなくなってじゃあ今どんなフェーズに入ってるかっていうとその住民の人たちが町に戻ってくる生活を取り戻すっていうフェーズになってます、うん、少しずつね、まあ、ただそのフェーズに入ったとはいえ住民が戻るにしてもまずその安全に戻れるかどうか、うん、全ての家が無事かそうだね、っていうのを確認するところから始めないといけません、うん、なので今ジャスパーはその段階です、うん、だから先週だったかな16日の日に初めてリエントリープランっていうのが開始されて、うん、何かっていうと電気が水道がちゃんと戻ってるか、うん、とか家にダメージがあるかどうかである人はもう保険がどれぐらい使えるのかとか、うん、保険会社ともやり取りしたりとかっていう状況が今始まってます、うんだからまだ住み始めるとかいう段階には至ってません確認して、うんうん、もしかしたら一部住み始めてる人もいるかもしれないけど、まあねうん、ようやく先々週ぐらいかな電気ガス水道が戻り始めた段階だから、うん、まだまだだよね、うんうん、まだまだだね少しずつでも道しるべが見えてきたのはいいことなんですけどね、うん、でもその中にも嬉しいニュースがあってあの93号線、うん
バンフというかレイクルイズからジャスパー伸びてる93号線ノースが明後日かな、明日か、うん、23からね、23からってなったから開きます、うん、もう通れるようになります、うん、今まではこのコロンビア代表圏の雪上車観光のところまでしか行けなかったんだけど、そのバンフからね、でそこから北側ジャスパーまでが通れるようになります、うん、ただ通れるようになるだけであって途中下車途中停車が認められてないので、うん、だから観光のために開けるっていうよりかはもう必要な人たちのため、うん、例えば物流のトラックだったり、そうだね、うん、そのもしくは避難してた人がカルガリから抜けるようにとかジャスパーに、うん、っていうのが主な目的だと思いますけど、そこは明記されてはなかったけど、でもそういうことでしょうね、うんうん、一応その通行に必要な例えば橋とか看板類とか、うん、標識とかねはもう安全が確認されたから開けるっていう、うん、はい、そんな風に言われてます。ただ例えば朝バスカ滝とか、そうだね、うん、もうそこに泊まるっていうのは観光地の例えばトイレとか水道とかはまだ確認ができてないので、うん、開けれてません、うん、確認ができて開けれるとはなってたけど、多分優先度はそんなに高くないので、まあそうだろうね、うん、それこそ、まあ、この秋とか冬ぐらいまではかかるんじゃないかなとは思います、はい、はい、バスが迫ってきた知ってるドライバー知ってるドライバー、前も街歩きの時にたまたま話しかけたことがあったよね、うん、1年2年ぐらい前だと思うけど、うん、出てきた、うん、チラッと動画に声も入ってると思います。どの動画だったか忘れちゃったけど、じゃあ軽く近況報告、うん、そう冒頭でもチラッと言ったけどもう秋です、バンフ、そうですよ、もう完全に夏終わったくなるね、夏終わっちゃったよ ね、うん、今日ね、あの動画だとすごく晴れてて暖かそうに見えるんですけど、今どうだろう、気温10度ちょっとじゃないか、涼しいよね、うん、ちょうどいい感じで、11時現在バンフの気温が13度でございます、うん、ただまあ今日差しがあるから比較的あったかいはあったかいんだけど、うん、昨日ね、うん、初雪がありました、ね、あの山頂でこのカスケードもそうだし、あとサンシャインビレッジの山頂とか ね真っ白になりました、一時今年の初雪でございます、今年の初冠雪と、はい、はい、時期的には普通だね、うん、毎年例年通り毎年こんなもん、ねうん、8月の下旬に入ると周りの山で初雪が観測されます、うん、でもあと1週間2週間しないうちに多分街中でも初霜とかね、まあね、はい、うん、降りる頃になってきます。ただまだね、紅葉は始まってはないな、もちろんあの真夏と比べると葉っぱの色が若干黄色くはなってきた感はあるけど、うん、紅葉って言えるほどではないです。あそこにある七かまどの実はちょっと色づいてはきてるけどね。仕事のほどは？あ、仕事のほどですか。まあでも変わんないかな。変わんない？まあでも確かにその落ち着いてきたなっていうのはある。うん、あのその8月の頭のその3連休以降。でもやっぱ従業員はね、これで学生たちが帰っちゃう子が多いので。そうだね。学校始まるからね、9月からね。うん、やっぱそれでちょっと従業員は手薄になるかなっていうところはあります、うん、まあ、これからねさらにまた9月にねあの3連休があるから、うん、まあそれ以降はぐっと減るんじゃないかなと、ね、もう期待してます。来週末かも、ね、来週じゃん、そうだよ、うん、レイバーデーか、レイバーデーがあります、うん、でビアフェラータの方はやっぱりね、もう先々週ぐらいからかな、うん、もう、うん、ずいぶん静かになってきた。あ、そうなんだ、うん、すごい暇ってわけではないんだけど、うん、まあ頑張って10月の半ばまで営業する予定なので、その頃には多分もう紅葉も進んでね、うん、空気も綺麗でいい景色が見れると思うので、ね、ぜひ来てみてください。ちょっと私ももうこのシーズンが終わったらちょっと休暇を取ります。あ、いや働きすぎだから休暇をいいかげん取ります。信じられないぐらい働いてるからね。週何時間働いてる？そう、数えたんだよね、この間、うん、そうしたらね、だいたい85時間ぐらい。85時間、週週85時間、いわゆるあれだね、過労死レベルだね。そう、夏だけね、本当に、まあ、まあ夏だけにしろ、6、7、8、もう7月以降だね、もうすごい忙しくなったの、うん、まあね、フルタイム2個やってる感じか。そうだね、う本当にざっくり言えばね、ざっくり言うと、だって毎朝7時過ぎに家出て帰ってくるの11時とかだもんね。そう、そう、11時ってもちろん AM じゃない PM です。 PM のね、11時、まあ10月にしっかり休みましょう。うん、休みます、もうちょっと休みを取って。そうだね、うん、では久々のバンフアベニューからの絶景朝食でございました、はい、もしかしたらこの場所から撮るのは今日が最後かもしれませんね。ねえ、そう、
またアップデートしていきます。していきます。じゃああと2週間ちょっと、うん、夏の忙しさを駆け抜けましょう。ちょっと気合で乗り切りましょう、うん、俺はもうだいぶ落ち着いてきたからもあるけど、あやは頑張ってねもうすでに体壊し気味だと思うけど、ちょっと今週はちょっといろいろね、うん、あのクリニックの、そう、病院ウィークだからね、病院ウィークになってます。無理ができないお年だから、そうちょっといろいろガタが来てますから、そう、あの気をつけないと。なので皆さん、あやの健康を願いながらグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おいしょ。気持ちいいから残ってほしいんだけどね、これね、これね、本当に歩行者天国いいよね。